新シホロッチテレビ。この番組はシホロの様々な事実をなんとなく学べそうなトークで紹介します。北海道士幌町からジャガイモンプロジェクト企画制作でお届けをさせていただきます、はい、視聴者参加型生配信番組、ね、新士幌地テレビ、本日が第5回目の、放送となります。本日も皆さんよろしくお願いします。本日は、トカチで活動している、トカチで YouTube を活用して、さまざまな発信をしている人をゲストにお迎えして、約1時間 YouTuber 座談会という形でお届けをさせていただこうという、はい、企画です。で、すでにね、もう画面の方にも表示をさせていただきますね。これ私ね、ここシホロチョ、どっちだ、右左側シホロチョって書いてあるでしょ。ジャガイモンプロジェクト川崎敦史です。よろしくお願いします。そしてゲストをご紹介させていただきます。まずはじゃあ大西 D さんからよろしいですか。あ、いいですか。はい。はい。芽室町で、まあ、YouTube の動画を、はい、まあ、今年の4月で、まあ、4年、あ、違った、8年なんですけど、今年で8年か。はい、なります。大西と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、上田さんも、よろしくお願いします。はい、清水町で、新寿司という、寿司屋をやっております。上田和樹と申します。基本的に、ラブラブ寿司の愛称で親しまれています。ちょっとわかんないですけどね。はい、ということで、ラブラブ寿司。来た。ありがとうございます。今打ち合わせなかったけど、ちゃんとみんなありましたよね。ということで、今日はゲストに、おチャンネルさん、おチャンネルの大西 D さんと、はい、トークいたします。食事処真実さんの上田和樹さんをお迎えして、はい、3人でお届けをさせていただきます。はい、で、すでにもうチャット欄にも書き込みをいただいておりましたが、はい、コラボ企画ですね。3チャンネル同時配信中、うん、めっちゃ緊張してます、ね、あの配信が実はですね、ちょっと声もいろいろマイクに乗ってきてると思うんですが、清水さん、上田さんがご自身のチャンネルで同時に配信を今されているので、そちらの方の、ね、コメントというかもいろいろ入ってくるので、いろいろ音声が乱れ飛ぶと思いますが、一応同時配信をさせていただいております。で、さっきリモートかなっていうのが確かどっかチャットにあったな。実はね、リモートじゃないんですよ。後であのレポートの方でもね、公開をいろいろ写真をさせていただこうと思いますが、ちょっと感染対策はいろいろとしております。音声飛びそうなんで、マイクを我々それぞれの間にね、なんかパーテーションを入れたりしながら、ね、マスクを外せる状態にして、今ねコロナいろいろ広がってますんで、マスクを外せる状態で、ある程度の距離を、ね、取りながら、同じ場所にいるはいるんですけど、配信をさせていただいております。ということで、YouTuber 座談会ということですので、まあ、早速本題に入らさせていただきたいと思います。はい、なんとなくシホロの今をお届けする番組、新シホロッチテレビ。まずじゃあ、YouTube のチャンネルの紹介ですね。まず私から、まあ、ジャガイモンプロジェクトいつも同じ、もう皆さんこれを見てる方、知っていただいていると思いますが、ジャガイモンプロジェクト公式 YouTube チャンネルという形で、何年だったかな、書いてきたの忘れちゃったな、2013年の2月にチャンネル登録して、計算できない。運転手なんで、8年、9年ぐらいですか、できません。いろいろと、はい、実は今、妻が、ね、動画を発信させていただいております。妻は飲んでます。おーちゃんさんもいいですか。あ、いいですか。どんなチャンネルかというのをちょっと軽く。ですね、まあ、うちのチャンネルは、まあ、本当に、この最近、まあ、そうですね、最初に、こう、車中泊動画っていうことで、まあ、稚内行ってみたり、知床行ってみたりとか、まあ、そうですね、函館行ってみたりとか、あっちゃこっちゃ、うん、まあ、結構、見る人は、旅動画多いよねって、まあ、まあ、旅チャンネルっていうのか、まあ、そういうような感じで、そうですね。今は認識されていますね。あとは、まあ、札幌の、その、シンガーさんと、とか、まあ、笑い芸人さんと、まあ、コラボ動画っていうのが、まあ、一緒にこう、番組やったりとか、しております。はい。そんなところですかね。はい。お茶さんも同じ、うちと同じで、2013年に一応チャンネル登録、というか、チャンネル登録、解説か。チャンネル解説した感じですよね。はい、そうですね。ほぼほぼ同じような時期。ほぼほぼ同じ時期。
まあ私の方は解説はしたけど、しばらく動画なんか出せ、ほぼほぼ出してなかったんで、本当解説しただけだったんですけど、ほぼほぼ同じ時期に解説ということで。で、新寿司さんが、上田さんが、はい、どんなチャンネルかっていうのを軽くご紹介いただければ。はい。僕のチャンネルは、主に、お店の、なんだろう、その日の新鮮な、ネタの、仕入れの情報ですとか、新寿司独自のイベントの情報配信ですとか、あと、今、カズキの寿司屋巡りっていうのをやってまして、はい、そちらの、いろんなところに食べ歩きに行きまして、自分も、勉強しつつ、皆さんに、お寿司屋さんのいいところを、教えるという動画を、配信しております。はい。カズキの寿司屋巡りは第2弾ではうちにも。そうですね。はい、第2弾で。私が本業でやってます、はい、寿司太陽にも来ていただいて、取材いただいて、本当それからのご縁という形ですね。そうですね。まさかまさかの。はい。その時にちょうどこの3人が同じ場所に居合わせたという。そうですね。まさかの。奇跡が起こって。はい。ですね。この狭い空間に YouTube を配信している人が3人もいるのってすごいよねって話しましたよね。そうですね。で、しんじさんのチャンネルは解説したのが、私ちょっと事前に調べたんですけど、どこに書いてあるかな。2019年の12月っていうふうにチャンネルには数字が出ていたので、だから、20、21、2年ちょっとかな。そうですね。2年ちょっとですね。はい。チャンネル立ち上げてから、しばらく動画配信してなかったんですよ、ね。あ、じゃあ私同じですね。うん、はい。とりあえず、やろうやろうと思って、はい、なかなか、これって難しいじゃないですか、はいはい、自分で動画撮ってっていうのを。いや、そうですよね。その SNS でも何でもそうだけど、何もやってない時って、何書いていいか分かんないし、何作っていいか分かんないし。だから、ツイッターとか、私は、じゃがいもプロジェクトでツイッターでいろんな発信してますけど、ツイッターやってない人に、やったらって言ったら、いや、何書いていいか分かんないよって。ブログもやったらって言ったら、いや、書くこと何もないって。みんな言うんですよね。でも、人にそんなこと言いながら、自分でも同じ壁に当たってたよなって、今の話を伺いながら、改めて思い出したりもしました。そうなんで、昔の過去動画見たら、はい。本当キモいんですよね。本当にキモいですって。本当にキモい。だって結構言われましたからね。はい。カズキまだ YouTube やってんのって。気持ち悪いぞ。覇気がない。暗く見える。覇気がない。気持ち悪いって言われますからね。まあでもはっきり言ってくれる人は言ってくれる人でまたそれは、ね、そうですね、はい。改善点も見えてくるし。まあ、うん、そうなんですよね。だからダメ出しして、くださった方、本当にありがとうございます。ここまで何度か。やり続けられてるのも、うんうん、ダメ出ししてくれてる、方たちが、おられるので、はい、僕もなんとか頑張ってやってこれております。はい、そう、みんなになんか全て褒められると、うん、改善点って見えてこないから、あ、何事もそうですよね。それこそプライベートでも仕事でも何でもそうですけど、なかなか、だから誰かがはっきり言ってくれる方がありがたかったりしますよね。そうですね。うんうん、でも結構なんか近い、自分に近い人はなんか結構ダメ出しっていうか、耳障りな意見っていうのか、はいはい、そういう時には落ち込むみたいな。いや、ありますよね。かもしれないけど。そう。だって私もそれこそ、じゃがいもプロジェクトっていう地域おこしを始めて、去年の6月で丸々10年経ちましたけど、最初の頃、もう YouTube 含めて、まあ、他のものも全てそうですけど、どれだけ批判されたか。ああ。本業が当然、まあね、真実はと同じ、私も寿司屋なんで本業ありながら、お前ちゃんと仕事すれよってどれだけ言われたか。ね、言われ続けたか。言われます。絶対言われますよね。はい、お前 YouTube ばっかりやってんのかって言われますよね。はい、ただやっぱり最初始めた頃って、やっぱりちょっと調子込んじゃうんですよね。調子込んで、なんだろう。もう楽しくなっちゃって、周りが見えなくなって、家族も見えなくなって、もう本当に奥さんにめっちゃ迷惑かけたんで。迷惑かけた。本当にもう大反省ですよね。はい、もう大反省。いやでも、まあ確かにでも本当にも調子こかないと続けられないですよね。うん、まあまあ、ちょっと冷静になることも必要だろうけど。結局、YouTube なんか特にそうですけど、まあ我々自分が出てるじゃないですか。はい、それぞれのページに。自分が出て、まあ今のこの配信もそうですけど、出てやってるから、もう誰かの前に出て恥ずかしいなんて今更思ってられないしっていうのもあるし。そうですね。だって私もこの間もじゃがいもプロジェクトでも新しい WebCM を1年ぶりぐらいかなに公開しましたけど、私一人だけ出てプロ野球のドラフト会議のパロディーをやってるって、あんなのだって40過ぎたおじさんが一人で、あれ真夜中の3時ぐらいに撮りましたからね、やってるって考えたらなかなか恐ろしいですけど、でも本当なんかそういうとこぶち抜けないと何もできないなって、YouTube 特に、そうです、うん、
今更顔出すの、まあ恥ずかしくなと思ったことないですけど、恥ずかしいなって。でも最初顔出し。どうです恥ずかしかったです。最初、魚のおろす動画から始めたんですよ。はい、はい。一番最初に上げた、アップロードした動画って、サンマをおろす動画。あ、見ました、サンマ。はい。あれやったんですけど、はい、なんか、暗い、薄暗いし、で、後から声入れるとかってもできるじゃないですか。あ、はい、はい。それも全然思いつかなかったし、うん。顔出しなんてしなかったし。あ、はい、うん。もうその場で喋って、作っちゃうって感じですね。そうですね。まあ、あと、まあ、テロップ入れるなりなんなり工夫し始めたら切りないけど、うん、はい。工夫し始めたら時間もかかっちゃうし、そうですね、うん、終わんないですもんね、うん。なんか、いろんな人の、やっぱりやる中でいろんな人のとか見たりするじゃないですか。そうです他の人どんな風にやってるのかなみたいな。うんうんうん、そしたらなんか、ナレーション後から入れてる、そのナレーションがちょっと面白かったりとか、あこんな方法もあるんだなとかって、結構なんか悩まされちゃうから、うん、そうですあんまり見すぎるのもいけないのかなとか。いや、最初 YouTube 始めるときって、YouTube の先生いっぱいいるじゃないですか。はい、西和さんとかいるじゃないですか。はい、西和さんとか、マスター D とか、D さんいるじゃないですか。一通り見たんですけど、うん、その、言ってることを全無視でやったんですよ、最初。うんうん、自分でどんだけできるか、はいはい、こうしたら本当に、なんだろう、伸びないのかとか、どうなるのかって、自分でやってみたくて、うん、全無視で。全無視で。やってみたら、やっぱ、一年やってもこんな結果ですよね。うん。いや、まあ結果がそれぞれだからね、はい。どこを目指すかっていうのもあるし。はい、で、逆に始めたきっかけって、上田さんどんな ?YouTube。YouTube を始めたきっかけ。きっかけですか?きっかけは、もうあれですよね。コロナ。はい、コロナって言わない方がいいのか。いや、大丈夫ですよ。なんちゃらウイルスの、うん。まあ、もう言っちゃったようなもんですからね。店、あ、そうそう。で、店も暇だし、うん、ただ、ぼへーっとしてたって、うん、どうしようもないじゃないですか。うん、あ、もう、これを機にスタートしなかったら、きっと一生やらないんだろうなと思って、うん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 、ですよね。まあ、うん、コロナのおかげって言っちゃったら、それはそれ、そんなこと絶対言いたくないけど、ね、でも、きっかけっていうのは絶対ありますよね。そうですね。うんうん、大西 D さんは、始めたきっかけは、はいとですね、この YouTube やる前に30代の時にこの結婚式のビデオカメラマンやって、はい、まあ映像を作るとか、まあ、撮るとかっていうのはやってたんですよ。うん、で、それからまあちょっとこう映像の仕事から離れて、で、なんかこう、やっぱどうしてもそのビデオで撮るのが好きなんで、本当に初期の動画は全く僕映んないで、そのお祭りとかそういう十勝の自然とか、うん、そういうとこからスタートしてでまあ別にそんな登録者、まあ、これだと多分伸びないなと思いながら別にそんなことを、まあ、度外視してとりあえずまあなんかこう映像を残そうって記録に残そうっていうとこからのスタートです、はいはいうん、確かにそうですねあ改めて、まあ、今回の機会もあったんで、はい、皆さんの最初の頃の動画ってどんなんだったんだろうって改めて見直させていただいたんですけど、はい、まあ全部は見てないんですけど、やっぱりそう記録に残す系の作品が、あ、おチャンネルさんの作品ポポポッとあったんで、ああこういう感じだったんだなって、そうそう、スタートはそんな感じ。はい、私はきっかけはあれですね、ジャガイモプロジェクト自体はまあさっきも言いましたけど、まあ11年前に2011年からスタートしたんですけど、最初の頃はツイッターしか活用してなかったんで、YouTube はやってなかったんです。うんうんで、まあ、いろいろやっていく中のコンテンツの一つではある。まあ、未だにそうですね。YouTube を中心に活動してるわけじゃないんで。うん。いろいろある中のコンテンツの一つではあるんで、まあ、だから、まあ、まあ、YouTuber 座談会と言いながら、ね、しんずいさんもそうですけど、じゃあ自分が YouTuber と、YouTuber なのかって言ったら、いや、そうじゃないだろうっていう。だから私も、お前 YouTuber かったら、いや、そうじゃない。っていうのは、ありはするんですけど、まあ、コンテンツの一つなんで、でもやっぱり、まあ、ジャガイモプロジェクト全体が、やっぱりその地域おこし、塩幌町をいろんな人に知ってもらいたいとか、まあね、町の人に少しでも何か元気を、楽しいことをみたいなことがきっかけで、スタートの中のコンテンツなんで、まあ、そうなれば、その中身も実際そうなっていくし、で、まあ、さっきコロナでっていう話が出ましたけど、私も実は、去年からチャンネルの中で YouTube 交流会っていうのを、今月の、今年、先月か。先月で通算20回目ちょうどやったんですけど、約1時間半ぐらい。ね。まあ、今回皆さんと一緒に映ってますけど、いつも私一人だけが大体映っていて、ずっとチャットの皆さんと交流し続けるっていうのをやっているんです。それもやっぱりコロナですよね。だからコロナきっかけで新しい方に舵を切る。YouTube の中で、私は
ね、清水さんは YouTube を始めたっていう大きな舵ですけど、そうです、ね、私は YouTube の中でやり方に舵を切ったっていう、そのコロナきっかけでっていうのはありますね。で、この新シホロチテレビも、まあ、今までの配信でも皆さんにもお伝えしてますが、2013年から15年に私がシホロ町の商工会青年部にいるときに、シホロチ TV っていうのを十何回か部員としてやってたんですよね。まあ、MC も機材も全部私がやってたんですけど、それの、まあ、後継番組みたいな形でスタートさせていただいたんで、シホロチという名前を残して、まあ、TV っていうあの読み方はテレビって微妙に変えましたけど、なんで変えたのかってよくわかんないんですけど、微妙に変えまして、まあ、シンとつけて。やっぱりこれも、まあ、去年の1月から1、3、5と10で4回やって、今回で5回目。これもやっぱりコロナきっかけですよね。外に出られないし、で、まあ、今はまあ同じ場所にいますけど、これ、例えば、ズームで繋いでもできるし、っていうのがあるんで、まあ、まだね、この新ショールテレビはズームでやったことはないんですけど、やっぱりコロナきっかけでいろいろ変わったなって、おかげとは絶対言わないけど、のせいで、っていうのがありますよね。なんとなーく、シホロの今をお届けする番組、新、シホロッチテレビ続けてる理由もやっぱりそしたら皆さん始めた頃となんか変わりました。なんか自分で引きちぎっちゃいました。始めた頃と今と何か変化というか、もう変化はありまくりですね。もうなんだろう、最初は本当にお店の宣伝と思ったけど、はい、もうなんだろう、もうこうなったらなんだかんだ言って顔出してこうやってやってるってことは、もう自分をメインで、売るっていうことにも舵は変わってますよね、はいはい、完全に、確かにあれですよね、そのお店の私はあのついこの間友人とも話してた時に、地元の友人と話した時に、お前チャンネルの中であんまり自分の店のこと言わないよねって言われたんですよ。でも、まあ、YouTube だけじゃないですけど、実際に YouTube 見たよとか Twitter でいつも見てますとか活動いつも応援してますって言ってくださる方が店にも来てくださるんですよね、まあ、近くの人とか、まあ、今コロナなんであれですけど、本州九州とかそういう遠くから来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、それって結局そこに繋がってくるんですよね、直接的にはやってないけど。だから私も清水さんと同じで、自分を売るで、自分を気にしてもらえれば自分がやってることも気にしてもらえるだろうし、で、自分がやってること気にしてもらったら、いろいろ回り回って、で、いろんなことやってれば、例えば、じゃがいもプロジェクトは、キャラクターもやってれば、タレント育成もやってれば、こういう YouTube の発信もやってればって、いろんなコンテンツがあるから、それぞれのコンテンツ、何か一個に引っかかった人が、結局こっちに最終的には来てくれる、目を向けてくれるんで、だからまあ、YouTube コンテンツの一つですけど、その自分を発信するっていうか、自分をね、メインに置いてやるって、すごい大事だと思うし、有効だと思うし、だから YouTube ってそういう意味ではね、無料でできるじゃないですか。そうですね、まあ機材とかもね、無料であれだけど、だから本当にね、いい、なんだろう、サービス、コンテンツだなっていうのはありますよね。大西爺さんは、はい、あれですか、最初の頃と始めた頃のその思いと、はい、今や続けてる理由って何か変化とか。ああ、そうですね。まあ、最初の頃、から見るとやっぱり最初は本当に別に、まあ、登録者も気にしなくていい、で、あの、かっこつけるわけじゃなくて、で、まあ、再生数も、まあ、上げてる動画そう大したことないから、まあ、再生数も伸びないんだろうな、それがまあ1年その立ち上げて1年後にやっぱりその、まあ、これじゃダメだなと、まあ、登録者伸ばそう、再生回数だったらどんな動画上げたら伸びるだろうっていうふうに変わって、そうですね、で今もそれは変わんないですね。で、まあ、コロナになって、まあ、本当去年、まあ、一昨年かからは、まあ、なんかこれをこの YouTube のチャンネルとか、まあ、自分のチャンネルでなくてもいいんですけど、それで、まあ、例えば、まあ、自分の住んでる目室町とか、そういうような十勝のなんか情報発信みたいなことをやりたいなと思いながらも、なかなかちょっと今形にできてないんですけど、それがまあ今年はなんか何だかの形でまあ発信、その YouTube じゃなくて違うまあ媒体とかを使ってまあ発信していきたいなっていう、まあそういう道がもしかするとちょっと春以降なんかありそうだなっていうのがこうなってきたんで、まあそういう形でまあ YouTube はまあその軸として違うものにこう映像をこう出していくっていうか、はいはい、そういうのにちょっとこう変えていこうかなとは思ってますよね。
せっかく作った、まあ、例えばあれですよね、今まで作った映像であったとしても、はい、YouTube 用に作った映像であったとしても、YouTube の中だけで流れるのは、まあ、確かにいいけど、はい、他のとこで公開できる機会、はい、チャンスがあれば、それはそれです。自分的にもいいし。いや、そうです。そうです。美味しいし。いろんな意味で美味しいですよね。いや、そうです。うん。で、確かに今言ったように、その、おっしゃったように、地域の発信。はい。で、私の場合、志保町だし、大西さん、目室町。はい。で、上田さん、清水町で。やっぱり、それぞれの地域の発信にも絶対になりますよね。うん、で、まあ、それぞれね、この3町とも、十勝、ね、皆さん、ご覧いただいている方も、分かる方、お分からにならない方いらっしゃると思いますけど、3町ともね、十勝平野、十勝市町、十勝総合振興局かな、今、の中にある、町村なんです。志保町、目室町、清水町ってね。で、それぞれがそれぞれの場所でそれぞれの発信をしているけど、でも、あれですよね。例えば、遠くから来る人って、はい、例えばなんだろう、目室町に目指して目室町だけ寄って帰る人、うん、清水に来て清水だけ寄って帰る人、うん、まあ、志保もそうですよね。で、なかなかいないと思うんですよね。うん、結局、まあ、飛行機なり、JR なり車で帯広に来て、じゃあ、音更も行って、ね、他の、まあ、池田町も行って、足柄町も行って、十勝だけでも今19市町村かな、あるからいろんなとこ寄っていくから、結局あれですよね、発信する中で私もずっとやってて、最初の頃は全然気づかなかったです。最初は本当、しほろしか言ってなかったですけど、十勝っていう大きなブランドを発信することってすごい大事だなっていうか、うん、強いなって。で、実際に、例えば Twitter でもそうですし、SNS でもそうですし、YouTube でもそうですけど、十勝っていうキーワードを入れると、アクセスが上がりますよね。ああそうですね。シホロしか入ってないよりも、十勝、うん、まあ、あわよくば北海道、うんうん、っていうのが入ってると、やっぱり検索する側の気持ちになった時に、そっちで検索するだろうし、ああ北海道は知ってても、十勝を知ってるとは限らないし、十勝、うん、を知ってても、シホロ、目室、清水を知ってるとは限らないから、うん、だからその逆方向の発想でいくと、やっぱりそういう大きなものに、すがるじゃないけど、うんうん、一緒に発信していくって大事だなっていうのを私もずっと地域おこしをしてて、ここ何年かでようやく気づかされた次第で。うん、なので今回も新志保ろしテレビ。新志保ろしテレビは、本来は志保ろに関係のある人をゲストにお呼びして、うん、なんとなく志保ろを学べるトークで紹介しますっていうコンセプトでやってるんですよ。うん、なのに、志保ろ町のじゃない人を二人ゲストに呼んだという、今回実は企画、もう企画としては画期的な、私的に画期的な回なんですけど、でも、結局やっぱり十勝という大きなものの発信であったり、ね、で、まあ今までのご縁もあって、ね、じゃがいもプロジェクト、ご縁っていうのは一番大切にしてるので、この中でそれぞれがどんなことをやってるかっていうのをそれぞれお互いに知ったら、それぞれに生きて、絶対生きてきますよね、うんうん。今ここで話すこともそうだしね、我々普段ね、このカメラとか繋がってないところで話すこともそうだし、だから、新勝利テレビも今回はこういう企画にさせていただきました。はい。新志保ロッチテレビ。で、チャットでもいろいろと書き込みいただいてますが、もう私ね、今回ほぼほぼ今、ガン無視してしまってましたが、ね、いろいろ CM の話を書き込んでいただいたり、ね、新勝利テレビはトーク中心に進めさせていただくので、なかなかチャットの方に目をしょっちゅう向けてられない状態ではあるんですが、いろいろと書き込みでいただいております。雪は大丈夫ですかって思いました。志保ロだけ雪降ってますね。清水雪どうですか？全然ないですね。ないですか？目黒もないですよね。ないです。志保ロだけ雪ありません、うん、あります。今日来たらびっくりしませんでした。来るときに、すげえめっちゃ雪あるじゃん。志保ロだけ雪あるんですよ。これ、いつあったかな2日だったかな、正月明けて降って。だから3日ですよね、あれ土ぼこり上がったの。そうですね。ですよね。うん。だしほろ雪があったから土ぼこり上がらずに済んだんですよ。だから雪が白いんですよ。ああ。清水も茶色いですね。もう真っ茶っ茶っす。あら、やばいですね。ないっすからね、雪。うん。もう畑も丸裸だし。しほろこれでもだいぶ減ったんですよ。だいぶ減ったんですよ。まだあったんで、雪。うん。ちょっと外をご覧いただきましょう。皆さんに外の景色をちょっとご覧いただきたいと思いますが、ジャガイモプロジェクトで設置しているウェブカメラの映像をちょっとご覧いただいてますが、ちょっとこの映像は荒いんですけど、景色が白いですよね。今までの新志保ロッチテレビとか YouTube 交流会ではこの景色が白くなかったと思うんですけど、もう外が白くなってます。気温はね、今日そんなに寒くないんで、多分マイナスの一桁台だと思うんで、まだね。5時ぐらいでもうまだマイナスの何度だったかな、忘れちゃったな。5、6度だったかな。そんなに寒くなかったんであれですけど。志保町の。志保町はすっかり冬景色です。太陽さんの、はい、2階にはウェブカメラがついておりまして。そう、雪が多いですかと、雪国は大変ですねとかいろいろ書き込みをいただいてます。はい、ね。でもね、東京も降りましたよね。あれね。それこそ YouTube でいろんなところにウェブカメラがついてるじゃないですか、全国。そうです。だから今回の東京とか関東の方の雪景色も、私も YouTube でいろいろ見て、まあニュースでもやってましたけど、見ましたけど、すごいな、大変だなと思いながら、ね、我々雪慣れてるから、ちょっとぐらい降ったって別になるわけですけど、ね。
で逆に我々はね、あの東京みたいな例えば温度夏の温度とかになったらあっという間に死んでしまうだろうから、ね、あの雪国マウントでしたっけ、北国マウントでしたっけ、なんか今回そういう言葉がなんか、SNS を中心に広がったらしいんですけど、あの東京で雪降ってちょっとだけで滑ったり転んだり夏タイヤで出かけたりしてる人、お前らそんなのできないに決まってんだろうみたいなことを雪国の人が言うっていう、あなそれで YouTube でも結構上がってますね、そういうの、いや、お互い様だろうって思います。年に一回降るか降らないかのもののために備えもできないですもんね。お金的にも、うん。しかしこの時期で北海道で雪のない地域があるとはってね、吉野さんに書き込みいただいてますが、北海道でもやっぱり差がありますよね。いや、さすがに目黒も清水も今年は少ないとは思うんですけど、志保もこれでもね、少ないですけど、でも、十勝は比較的、あ、清水どうなんだろう、清水って比較的雪は、この辺よりは多いのかな、山に近いから。そうですね、新得町だったらもうちょっとあるかな、多いですね、うん、やっぱりあの日高山脈に、まあ、近いというか日高山脈にかかってますもんね、町自体が、うん、シフォロは本当に雪少ないんで、うん、山に守られてて全然雪雲流れてこない、全然ってことはないですよ、流れてくれるのが少ないんで、はい、いやどの道長寿に合うようにどさっと、まあ、ありましたね、どっかではみんなそう思ってますよね、そう、そのうちで、その代わり寒いですよね、最近。寒いです。千代もマイナス15度以下を何度も記録してるんで、ここのところ、ずっと寒いなと思いますけど、うん、ちょっと話がそれちゃいますけど、そういうのも、あの、ね、じゃがいもプロジェクトでもウェブカメラじゃない、ライブカメラを設置してます。またね、画像をちょっと切り替えましたけど、この画像で、じゃがいもプロジェクト公式サイトの、公式 YouTube チャンネルの方から発信してますんで、これね、24時間ずっと発信してますんで、皆さんもご覧いただければ、千代の冬景色もご覧いただけると思います。で、そのライブカメラの話になったんですけど、じゃがいもプロジェクトの YouTube チャンネルって、このライブカメラを、いつだったかな、書いてきたんだよな、2020年の4月に設置したんですよ、だから去年、うん、一昨年の4月かな、に設置したんですけど、設置した途端に、チャンネル登録者数がうなぎ登りに上がったんですよね。でね、大手さんにもね、ライブカメラ設置したらいいですよって。でも、そういう、なんだろう、そのライブカメラで、チャンネル登録者さん増えるっていうのはどうなんですかね、はい、なんだろう、結構聞くのが、はい、チャンネル登録者ぐんと上がるけど、うん、なんだろう、実際見てる、普段見てる人とこの差があっちゃうと、あ、出ますね、確かに。動画のランクが下げられるっていうの結構聞くから、うん、そういう話もするんですけど、でも逆にそれって全然気にする必要ないんだろうなって、その動画のランクが下がるとか、うん、僕動画の解析ほとんどしてないんですよ、実は。で、まあ、まあ、ほとんどでちょっと見てますけど、気にして見てますけど、じゃがいもプロジェクトの公式 YouTube チャンネルに上がってる動画を一つ一つ解析してって、じゃあこの動画に、一個の動画に対してどこから来たのか、うん、って見れるじゃないですか。そうですね、見たら、うん、ほぼほぼツイッターからなんですよ。じゃがいもプロジェクトってツイッターでの発信をもう10年、11年目続けてますけど、やっぱりその発信のすべての中心というか、重きを置いてるところがツイッターなので、ツイッターから入ってきてる人がほとんどなんですよ。ほとんど、まあ、75% ぐらい、ツイッターからなんですよね。で、あとはまあ、Facebook から入ってきてたり、まあ、Facebook 私個人でもじゃがいもプロジェクトの発信してますけど、そこから入ってきてたりしてて、だから入り口がはっきりしてるんですよね。で、YouTube の例えば おすすめとか、うんうん、結局それってランクが下がると表示されないってことになるじゃないですか。うんうんうん、から入ってくる人そもそも少ないんで、そこに重きを置いてないんですよね、私の場合は。で、確かに、おすすめに表示されると、うんうん、今まで自分のことを気にしてくれなかった人、気にしてくれてなかった人、気づいてなかった人が、自分に気づいてくれるチャンスではあるじゃないですか。うんうん、でも、そこばっかり気にしててもダメだなっていうのが私特にあって。うんうん、だから、ランク下がっても別にいいやと。うんうん、っていうか、今自分がどこにいるかもよくわからないし。うん、なので、確かに、今チャンネル登録数が、うちのページ、2800弱いるんですよ。2800すごいですね。弱。今日昼見たら2790何ぼだったんで、いるんです。で、おちゃんさんはどう、今1500ちょっとぐらいですね。そうですね。で、しんずさんもさっき見たんですけど、さっき見たら425でした。そんなもんです、ね、はい。さっき見たら。あまり少ないから隠そうだね。この際にたまに隠しちゃう。で、隠しますよね。そう。1000超えると最後の一桁って表示されなくなるんですよ。へぇー。だから今2790ってうちのページ表示されてますけど、10人増えて2800が。1,2,3,4 って一桁出ないんですよね。出ないですよね。その一桁。そうなんです、うん。意味わかんないですよね。1000個したら出ないですよね。そういうもんなんだ。10人単位。で、だから例えばまあ2700、まあ2000、
約2800人登録がいる中で、例えばこの間さっきも話に出たその新ウェブ CM、 今270回かな確か再生回数が、ちょっと最新の数字見てないですけど、ぐらいと思います。だからおっしゃるように格差がすごいんですよ。で YouTube 交流会っていつも配信してるのもあれだいたい400ぐらいいくのかな、うん、後で見てくれる人も含めて差が多いんですけど、だからさっきの話に当てはめると、ランクは落ちていくというか、だけど私は全然気にする必要ないなって思ってます。でやっぱり動画を見てもらうのに対して、まあ、ジャイアンプロジェクト、まあ、200でも200人見てくれると、出ると思ったら、まあ、自分も1入ってますけど、ありがたいとは思うんですけど、なんつうんだろう。誰に見てもらいたいと思ってやってるかっていうのは大事ですよね。大事というか、そうですね。だから僕の場合、正直言って、チャンネル登録者の人たちって結構、町外の人も結構いるんですけど、逆にコアな人が多いと思いますね、多分。この数字だから。ね、はい。なんで、先日あの YouTube やめますって動画出したじゃないですか。見ました。はい、はい。あれも、実際、なんだろう。今200ぐらいかな、再生回数。はい、はい。だから基本的に、普通に僕のことを見たいって思ってくれてる人って200人ぐらいかなって、分かったんですよね。あーって。逆にその人たちに普段から届けたい動画を作るんであれば、動画のランク系、私は全然気にする必要ないのかなって。ああ、気にはしてないです。で、おすすめ出てこなくたっていいから。うん、してないです、してないです。だから例えばなんか、よくあるじゃないですか、コーラにメントス入れたりとか。ああいうのって別に知り合いだけで、例えば我々の動画で、それぞれコーラにメントス入れるとしたら、ね、やらないけど、私はやらないですよ。やるとしたら、そんな動画だったら、ちょっといろんな人に見てもらった方がちょっと盛り上がるんじゃないかなとかって思ったんですね。その場合、おすすめに出てくる方が多分ありがたいんだろうけど、普段って出てこなくていいのかなって。いや、出てくるに越したことはないですよ。偶然でも何でも。に越したことないけど、出てこなくても別にいいのかなって、私は基本的に思ってます。はい。なんで別にランク、どうでもいい。ランクは。いや、それはあれですよ。それぞれの動画に、例えばね、見てチャンネル登録していただいたり、高評価をしていただくのは非常にありがたいですよね。今回のも皆さん高評価をしてくださいね。はい。あ、もう15していただいてありがたいです。皆さんそれぞれのチャンネルを登録して、それぞれ高評価をしてくださいって最後に言おうと思ったけど、今流れで言っちゃいました。ね、もう今日15していただいてんでありがとうございます。でもね、そればっかりじゃないから。そうですね。特別自分、YouTube で、なんだろう、これ時点で、はい、これ自体で、なんだろう、広告収入得てどうのこうのって思ってないし、実際自分、やっぱお店を配信してるから、はい、お店のこと配信してるから、それでやっぱり、コンベスとかからでも来てくれてるし、はい、ご飯旅にとかあったら、もうそこで、なんだろう、YouTube の収益が出てるのかなっていう、捉えてやってるんですよね。本当にありがたいことに。その、例えば広告収入、私のところも広告収入ちょっとずつ入ってますけど、はい、ジャガイモプロジェクトの公式YouTube チャンネルが収益化されたのが昨年の11月の頭なんですよ。11月8日なんで。今で2ヶ月か。うん、ちょうど2ヶ月ぐらい経ちましたけど、今で、2000円。4000円ちょっとぐらい広告収入な等々含めて累積でいってるんですよ。でもそのうちの半分以上って実は何回か前に YouTube 交流会やっていただいた時に皆さんがしていた投げ銭で、はいはい、半分以上は。なので、まあ、純粋な広告収入としては2000円ぐらい。2ヶ月で2000円ってことは1ヶ月1000円ですよね。だってね、それだったらね、正直な話、我々本業でお客様に1人来ていただいた方が、そうなんですよね。1000円ってすぐ行くじゃないですか。寿司ですからね、はい、曲がりなりにも。で、ちなみに、その収益化の審査に出してどのぐらいで、審査に出して、収益化の審査って基本的にまずチャンネル登録者数が1000人。あともう一個の条件として、年間総再生時間が4000時間、動画すべてのね、公開設定している動画の総再生時間が4000時間っていうのをクリアしたときに、もうポンとすぐに押したんですけど、返事返ってきたのが、2週間ぐらいだった。1ヶ月はかかってるんです。確かに2週間、1週間から2週間ぐらい、10日ぐらいなのかな。うん、で、Google、YouTube から、OK です。みたいなのが来て、で、まあ収益化。で、実際収益化になったものを口座に受け取るまでにはもう一個申請、もう一個というかもう何個か申請があるんですよ。Google AdSense とか。そうです。アメリカに対して、私は日本に住んでる日本国民ですっていう証明を出したりとか、マイナンバーカードの番号初めて使いましたよ、その時に。
マイナンバーカードの番号を日本に出せるよ、アメリカに先に出すとは思わなかったですよ。てか、アメリカにマイナンバーカードの番号を出して通るんだなって逆にびっくりしましたけど、ね、一瞬詐欺かなと思いましたけど、調べて調べてから打ちましたけど、その申請は、4、5日で通ったんで、はい。口一本さん。なので、まあ全部通ったとしても1ヶ月はかかってないですよね。ご来場ありがとうございます。うんすごい数これ今20人を超える方にこちらも来られていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あまりね、今、チャットの方ね、お構い申し上げてないのに、皆さんにいろいろ書き込んでいただいてありがとうございます。なので、そう、1ヶ月弱ですね、全部。で、まあ、ただ、収益化されても、その広告収入なり投げ銭なりのトータルが8000円までいかないと振り込んでくれないらしいんです。まだ行ってないんで、私もまだ、実際には収益化されたとは言っても、1円もまだもらってないんで。まだそういう意味では有料、ね、有料そのお金という意味での有料配信者かといえればちょっと微妙なところなんですけど、ただあれですよね、さっきもあのこのチャンネル今日の配信スタートした時に皆さんに音声と映像届いてますかって私いつも通りに確認しましたけど、今 CM に突入してますって書いていただいた方がちょうどいたんで、まあ、いつもね最近あ投げ銭いただいてるありがとうございます投げ銭、ね、あの CM に突入したって書いていただいたんですけどCM がつくようになったんですよね。いやそれになったってメリットでもありデメリットでもあるとは思うんですけど、実際に自分が動画見るときって CM 邪魔くさいじゃないですか、うんね、YouTube にお世話になりながらそのこと言うのもあれですけど邪魔くさいじゃないですか。私はなるべく CM がないのがありがたいんですけど、あれって、はい、自分の動画でよくCM を長め見ちゃう、あれって規約違反とかなんか結構どうなんですかね、カウントされないんですかね、どうなんですかね、あれって自分のチャンネルで動画を見て自分のところの収益を上げようというなんか他のユーチューバーの動画見ると、なんかそれはカウントされないみたいな、単純にカウントされないですよね。とは言ってますよね。実際に僕はちょっと分かんないけど、収益、今日広告収入ない、今日とか、すぐには出ないで、2日前に収益これぐらいありましたって金額が出てくるんですけど、うん、細かい数字まで、細かい内容までは出てこないんですよね。誰がどんなことをしたとかって出てこないし、うんまあ、実際誰が見たっていうのが全然分かるはずもないし。うん、そうですね。だその中に自分が含まれてるのか含まれてないのかも分かりもしないですけど、うん、どうなんですかね。まあおそらくでも YouTube 以外のいろんなサービス、今まであったサービスを考えても、やっぱり自分で再生をし続けるとそういう規約違反になって、うん、どこかでその収益化 OK になったものを外されてしまうもんなのか、うんうん、それともね、小西さん言うようにそもそもカウントされないのか、うん、ちょっと分かんないですけど、どうなんですかね、どこか書いてあるんですかね。なんか YouTube の先生の話、はい、で動画見たら、うん、そこ自分の動画見るときは、はい、YouTube スタジオの方で見なさいと。ああ、なるほど、はいはいはい。そっちで見っていうふうになんか言ってたんですね。普通に再生しないで、はい、自分 の, その管理画面の方から見なさいと。はい、うん、はいはい。言ってましたよね。ああ、そっか、そういうのもあるんだ。うん、もしくは、あたですね、私、自分の動画がちゃんとアップされてるかどうかを確認するために、もう一個違うアカウントを作っといて、違う機材から見てることあります。同時に見ることはないですけど、うん、例えば今の配信も、ね、まあ、これ自分のアカウントで入ってますけど、スマホでね、ちゃんと配信されてるかどうかチェックしながらやってるし、実際に私ね、配信してるパソコンと、ね、あ、見えないかな、配信してるパソコンと、いろんなね、チャットをチェックしてるパソコンとスマホと3台体制で今やってるんです。ね、皆さんともね、全然見えないで指だけ指してますけど。なので、ね、まあ、これは今全部自分のアカウントで入ってるから、うん、あれですけど、例えば違うアカウントで入って、うん、自分のアカウントで入ったことのない機材であれば、うん、YouTube さんはそれは他人と捉えるもんなのか、うん、それとも回線が同じだから、そもそもお前同じだろうってそこまで気づくもんなのか、わかんないですよ、ね。わかんない。それはどうなんだろう。うん、いやでも結構、話、ね、先生たちの YouTube 見たら、世界一の検索サイトの Google だぞって、はい、分からないわけないだろう、はいはい。まあ確かに。分からないと思ってやってたら、うん、確かにそうです、ね。そのうち、アカウントバンされちゃう、はいはい、例えば、相互登録しちゃダメとかっていうのあるじゃないですか。規約違反になるとか。そうですね。そういうのも、そんなにバレないと思ってやってたの、絶対バレるからね。そう、今すごいですもんね。だって登録者だって1000人1万円ぐらいで買いたいちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、あんなことやったら絶対バレちゃうじゃないですか、うんうんうん、誰も動画見ないのに、うんうん、まあそうですよね、うん、だから極端な話、例えば誰も自分の動画見てくれないのに自分だけが延々再生し続けたみたいなまあそれは極端な例ですけど、そうですね、まあ、バンされるかもしれないですよね、はいはいはい、うん、だってずるですもんね。この最近動画もなんだろう、やっぱちょっと肌が
こうちょっと露出が多いとか、うん、やっぱりそういうのは結構やっぱりこうバーンされたりとか、やっぱ広告審査外されたりとかっていうのをよく動画で見たりするから、はい、結構やっぱりその辺のその AI の技術とかそういうのがやっぱり進んできてるのかなっていう気はしますね、うん、そんな一昔前みたいにパソコンの前にこう、うん、担当者がこうじーっと待っててずっと見てるようなことはないですよね、うんうんうん、でもやっぱり審査に出すときってやっぱり人の目で見てチェックするんですよね、きっとね。おそらくそうですね。あれ一人一人審査、うん、そのそれこそその収益化のための審査をこっちから投げかけたときには一人一人見て、うんうん、チェックしてますよね、うん、でそれこそ口座のチェックもそのアメリカから一度なんてだろう5桁か6桁の数字が書いた封書が送られてきて、それを打ち込んだらあなたの口座に何円か振り込みます10何円か振り込まれて、でそれ振り込まれた金額を言ったら、あ、言ったらって伝えたら OK なんですよね。その間って絶対人の目が返す機械だけじゃ無理ですよね。絶対どうもう人もかなり入ってんだなと思うけど、まあね、その動画のチェックはおそらく AI が相当進んでるんだろうな、うん、相当多分入ってますよね。今ちょっとごめんなさい、あの投げ銭をいただいたのでそこをちょっと紹介させていただきます。まず兵士さんから、配信者が楽しまないとリスナーも楽しくないですよと。リスナー置き去りの配信は長続きしない。確かに、うん、絶対そうですよね。そうですね、確かにそれも言えると思います。でカーズさんからも投げ銭いただきました。兵士さんの名言に投げ銭と。ナイスパーナイスパーって言うけど、ナイスパーってね、何回か前の YouTube 交流会での名言で皆さん出てました。ありがとうございます。引き続き、北海道シホロ町から、ジャガイモプロジェクト企画制作の視聴者参加型生配信番組新シホロテレビ をお届けしています。話どこまでいったかな、いろいろ書いてってね、話あっち飛びこっち飛びしてるうちにわけわからなくなってきたんですけど今まで作った動画の中で印象的だったものですか？自分が作った動画で何かあります？ありますよ。どんなのありますか？やっぱり、なんだかんだ、うちの奥さんのあの、バイク免許取りに行ってる動画で、はいはい、卒業検定1日前の、うん、の時に、動画撮影しに行ったんですよ。はい、あの、撮影の時が、なんだろう、一番印象深いっていうか、編集しながらも、これで力入れて作んなきゃ、うんダメだなと思って、やっぱり。なんでかんだ言って、僕のチャンネルで一番再生回数上がってるのも、うちの奥さん のバイクの音だし、はいはい、なんで寿司屋なのにバイクなんねえみたいな。そんな。いや、でもそれもあれですよね。さっき私が言ったら、いろんなコンテンツっていうのと同じで、はい、やっぱり、寿司に興味を持ってくれる人、寿司屋さん、個人に興味を持ってくれる人もいれば、はい、バイクが好きな人もやっぱり絶対いるだろうし、そうですね、はい、そういう人、それぞれが入り口で入ってきてくれれば、動画をいろいろ見てもらえるチャンスだし、うんね、バイク好きな人が寿司屋の情報を見てくれるかもしれないし、はいうんまあ、その逆もそうですよね、うんうん、やっぱりそれが一番印象的。そうですね、うん、オニシディさんはなんか今までの数多くの動画の中でそうですね、やっぱりうちのチャンネルとしては本当そのちょうど立ち上げて1年後にその何が伸びるかっていうのを考えた時にちょっとキャンプ動画伸びてるなっていうのを、はいはい、見てそのチャンネル開設1年を記念して日高の方でちょっとキャンプしたんですよ、はい、それが、まあ、ちょっと1ヶ月かかったのかな、でも 1ヶ月もかからないぐらいにバーンと1万再生バーッといったんですよ、うん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 、よしって、それがやっぱり一番、まあ、やっぱりうちのチャンネルで1万再生回ったっていうのもやっぱり嬉しかったし、うん、まあやっぱり一番印象残ってるかな。あと、まあ、あれですよね、その、本当に札幌のシンガーさん、名前出していいのかな、久保田玲奈さんの、はいはいはい、その、やっぱりそういう動画とかも、はい、やっぱりその、ファンの人とか、はい、まあそれを見たそのファンの人が、やっぱりうちのチャンネルして、やっぱりその札幌行った時に、うんうん、見ましたよとかって声かけてくれたりとか、そこからやっぱりちょっとその、まあ、札幌の飲み友達とはあれかもしれないけど、まあ、そうい こう広がりができたんで、うん、やっぱりその一緒に組んで出る人によってやっぱこう印象変わってくるんだなと思って、うんうんうん、それはやっぱり印象残ってますかね。やっぱりそれこ その今話してた久保田玲奈さん、タレントさんもやっぱりコンテンツですよね、はいはい、まあ、私も久保田玲奈さん一緒にお仕事なんともさせていただいてますけど、やっぱりそういうタレントさんと一緒にやれば、まあ、出てもらったり一緒にやってもらえば、はい、まあ、うちでもタレントさんに声だけの出演、まあ、久保田玲奈さんにもしてもらったことありますけど、声の出演で
動画制作に協力いただいたりすることもありますけど、それってやっぱりそういう人の周りの人、ファンの人とかが流れ込んでくる、まあチャンネル的にはチャンス、まあチャンスで一言で片付けてしまうのはもったいないかもしれない、申し訳ないかもしれないですけど、チャンスだし、やっぱりうちのチャンネルでもね、あのタレント育成している中で、以前にいたタレントが出ている動画は、再生数が上がったりとか、あとタレント自体が卒業した後も再生数が上がり続けたりするんで、やっぱりコンテンツがいろいろあるのは大事だなっていうのはありますね。そうですね。で、ちなみに、まあ、うちのところの、まあ、印象的な動画も、私ね、人に聞きながら自分で何かなって考えてなかったので、今慌てて考えたんですけどね。はいはい。2019年に、北大生と一緒にウェブ CM 作ったんですよ。はい、今はちょっと限定公開しちゃって、もう公開終了したんですよ。彼らの就職の段階があったりするんで、公開も終了したんですけど、北大生と北海道大学に慶適寮っていう寮があって、そこ、日本三大自治寮、学生自治寮だったかなって言われてる寮で、その寮の子たちがもう40年ぐらい四方らにずっと来続けてるんですよね、その現役学生が。はい、で、その子たちが、と一緒に何かをやることがなかなかなかったんで、改めてその2019年の時の学生さんに何か一緒にやろうよって呼びかける中で、じゃあ札幌でちょっとジャガイモンプロジェクトのウェブ CM 一緒に作ろうって言って、スタジオ借りて、で、ね、私企画持ってって、絵コンって書いて、こうやりたいんだけど、こう繋ぎたいんだけど、次こういうシーンで、演技やったことない子3人来てくれて、あとジャガイモンプロジェクトを応援してくれている、ね、ファンの方も何人か来てくださって、撮影協力してくださったりして、で、最後にみんなでジャガイモンプロジェクトって一緒に声を入れようって。それね、ついこの間、公開したウェブ CM でも、皆さんの声を重ね合わせて、最後にジャガイモンプロジェクトっていうのを作ったんですけど、それのスタートがそこだったんですよね。保護大生と作ったのが、作った動画でみんなと声を重ね合わせて作ったっていう、なんか本当に一緒に作ったなっていう感覚のがあったんで、それが印象的だったりとか、まあもう、まあ、うちもいろいろとやらせていただいてんで、ね、この新しおろし CM も過去4回やって、それぞれね、ゲストに出ていただいたりしながら、皆さんにご協力いただいて、で、まあ当然ね、見ていただく方にも、ね、再生していただいたり、いろいろ話題を広げていただいて、成り立ってきてる、継続できてるんで、いろいろと本当に印象的なものをなかなかね、人に聞きながら1個選ぶの難しいって自分で言ってまとめてしまおうと思ってるずるさがあったりするんですけどね、なかなかいろいろ、はい、いろいろやってきました、私も。はい。だですね、動画作る中で、まあ、さっきも話してました、その、上田さんの清水さんの、その、寿司屋巡り、和樹の寿司屋巡りをやる中で、はい、第2回ですよね。はい、2回にうちに取材来ていただいたときに、オンシティさんが偶然いたと。はい、ちょうど来てくれてて、で、3人がちょうど揃って、こういう、なんていうんですか、三角のご縁というか、はいはい、それぞれできたっていう、なんかそういう出会いもあったりとか、他にもなんかいろいろ、あれですね、やっぱりその動画、今まで作る中で、いろんな出会いが、はい、YouTube きっかけで生まれたとかってありました？いや、めっちゃあります。めっちゃあります。めっちゃあります。あったなんて、昨年のなんだっけ、今年一文字の縁じゃないけど、はい、はい。もうまさにですね、もういろんな人と。いろんな縁を紡ぎ出すのが YouTube だった。はい。だって一生知り合わなかった人ですからね、おそらく。オンシティさんは何かありました？何かとか今までどうですか？やっぱりいっぱいありましたか？そういう。YouTube をやったことで出会った人とか。YouTube やって出会った人。そうですね。どっちかというと、その、出てもらいたいっていうことで、こう、やっぱりいろんな人に、こう、オファーっていうのか、そういうのもしてきたんですけど、まあ、出会い、決定出会い。まあ、逆にあれですよね。その、YouTube から出会ったじゃなくても、例えばその、もともと知ってる人に対して YouTube に出てほしい、もう、大西さん特にそうだと思うんですけど、はい、YouTube に出てほしいということで、その人と一緒に何かをすることができたみたいな、そういうのってあるんだろうなって、今までの動画見ても思うんですけど。そうですね、はい、本当にまあ、去年、おととしか、おととしには本当に札幌の芸人さんと、うんうん、その、デイスケさん。違う、デイスケさんと、はいはいはい、そうですね、言った方がいいかな。森合デイスケさん、海外芸人の。で、まあ、津別町行って、こう、ロケしたりとかして、まあ、本当にその前から、森合さん、本当に知ってはいたんですけど、はい、なかなかこう、動画でなんかやりたいねって言って何年か経っちゃって、で、本当に2年前ようやく動画っていう形もできて、で、まあ、本当そうですね。そういう、まあ、動画を通して出てもらったりとか、うんうん、あと、あれですね、こう、これ本当何年か前の動画、そうした人じゃないんですけど、はい、別会長行った時に、それこそ車中泊動画で、で、
ポークチャップってあの食べ物あるんですね。ありますね。はい。豚肉の。あれの動画を、だあの、まあ、その、すべっちょこんなのありますよって、あの、出てるんですけど、はい、その動画を見てくれた、その、地元の、まあ、先生の人が、うん、まあ、あの、うちの教育で、こう、なんかこう、動画を流したいんだけど、使っていいですか、はい、って、はいはい。で、その頃にちょうど、その、YouTube のその、再生時間が4000時間の、届け1000人じゃないと、広告つかないよって、で、それも、あったんですけど、やっぱりそのチャンネルがなくなるみたいなのをこういろんなユーチューバーが煽って、あのそれ以下のチャンネルはもうチャンネル消えちゃうんだみたいな、それは本当は、まあ、嘘だったんですけど、でやっぱりいやそれはちょっとないよなと思って、そのツイッターでやっぱり地域の映像を残すのはやっぱそういう、まあ、弱小チャンネルかもしれないけど、それがやっぱりその映像財産というのか、それでやっぱりそうやってこう教育現場でも使ってもらったりとか、まあやっぱりするんで、やっぱりそういうのは大事だなと思って、今もそれは変わらず、そのやっぱり映像で残していきたいなっていうのは変わらないですよね。映像を残していくとあれですよね、例えばその今の話だと映像、うん、YouTube をやって出会った人、はい、作った時に一緒に作った人って話を今この間させていただきましたけど、はいはい、映像だからずっと残るし、基本的に自分が消さない限りは、はい、うん、だからその映像を後々見てくれた人とつながるのも、それはそれでまたご縁だろうし、ありますよね。だからもう何年も前に作った、私もたまに言われることありますけど、本当に何年も前に作った映像を見て、あれ見ましたよって直接言ってもらったりとか、あれも何年前だ作ったの ?8 年ぐらい前じゃないかなと思ったりするんですけど、だからそれこそこのジャガイモやってる中で、シホロッチ戦隊シホロン5っていう戦隊メンバーだったんですよ、ジャガイモって実は。もうあんまり知られてないんですけど、それの公式ソングをツイッター発信で作ってもらって、それの MV、PV を私初めて動画編集したのがそれだったんですけど、それ2013年の2月にアップしてるんですよね。もう9年ぐらい前にアップしてるんですけど、それつい去年、もう冬になって、もう何ヶ月か前かな、初めて会った方に、いや、シホロン5 の PV 見ましたって言われて、お何年前だこの人はいつ見たんだろうとかいろいろ考えて、いやもうこう、いや、カメラより聞いちゃうと、それいつ見たんですかって言ったら、何日か前に見ましたって。あ、そっか、何年か前に作ってもこうやって見てくれる人いるんだなっていうのが、もう編集とかも拙くて拙くて、今見たらもうひどいんですけど、まあでもね、それはそれで自分の技術の向上だって、それはそれで歴史だし、そうですね、技術の向上したとかいろいろ工夫ができるようになったってのがいいかな。はい、向上だし、だからそれこそさっきのね、しんさんのその、サンマを下ろす動画から始まったっていう、はい、最初はね、みんなから、はい、何でしたっけ、キモいでしたっけ、あの逆にそのキモいって言われた動画、うん、あのなんだろう、例えばネギトロを作る動画ってあるんですけど、はいはい、その動画も後から声入れるんじゃなくて、うん、その時やりながら、うん、でとかそういうのが多いんですよ。はいはい、わかりますわかります、うん、でそういうのが多くて、でまた改めてそのネギトロの動画を作る時に、はい、前の、ね、去年の時は、うん、気持ち悪い動画、うん、ぜひ見てくださいと、うん、1年前の気持ち悪い和樹を見てくださいって言うと、うん、その時ちょっと再生回数あったりするんで、はいはい、逆にそれはそれで、キモいのもなんか武器かなみたいな。絶対そうですよね。その、はい、うん、まあ、キモいって言われる、その、今よりも、今のようにできていない動画、はい、うん、表現を微妙に濁しましたけど、を、残しとくっていうのって絶対大事ですよね。そうですね。自分が見てて、うわ、これちょっとうまくいってないから消しちゃえ、見えないようにしちゃえって、いや操作上1個2個押せばできるけど、うん、でもそれって実はすごくもったいないことで、うん、ね、いろんな人にそうやって歴史を見てもらえたり、比較対象を比較してもらえたり、ね、あ、こんなだったこんなだったの言ったらですけど、これぐらい しかできなかった人が、あ、こんなにできるようになったんだとか、喋れるようになったんだとか、ね、うん、だから実際さっきね、この新シホロッチテレビが始まる前にね、上田さんのチャンネルの方で先にね、配信スタートして、ちょっといろいろ言ってましたけどね、はいはい、そこ誰も喋んなかったら、誰も音出てないと思うよ、音出てないと思われますよって僕言いましたもんね。はい、しばらく黙ってただずっと映像流してたから、はい。だから私も普段もこのね、チャンネルで公開している YouTube 交流会の時もそうですけど、ほぼほぼ1時間半一人で喋り続けてるんですよね。うん、あんなの最初からできたかって考えて、改めて最初の方の動画を見ると、あれですよ、そういうこと、私が一昨年ぐらいに公開している3回でやめちゃったんですけど、ジャガイモンプロジェクトチューブっていう動画があるんですよ、うん、それ全部原稿読んでますからね、あ、改めて見たら、いや原稿こう見えるようには持ってないんですけど、うん、ちょっとね、この辺に隠してね
ずっと最初から最後まで原稿読んでるんで、ひどいんですよ。基本的に、あの、おーちゃんもそうですけど、川崎さんもそうなんですけど、はい、動画撮るときって、はい、ちゃんと、あれ書いてるんですか？あの、台本書いてるんですか？あの、あ台本ですか？細かく細かく、すごい細かく。新章卸しテレビやるときには、だいたい1時間って決めてて、うん、で、後で聞き逃したことがあると、ね、それ取り戻、まあ、取り戻せないことはないですけど、うん、なかなかそれを後で追加するのが難しいんで、ある程度作ってるんですよ。こんなこと聞かなきゃいけないってね。で、今聞きながらこう、あ、ここ聞いたって丸つけたりとか、ね、いろいろ書き込んだりしてるんですけど、はしてます。新章卸しテレビの時はしてます。でも YouTube 交流会の時に私一切何にも用意してないです。で、実際に今日も、打ち合わせないですって言ったじゃないですか。うん、そうですね。だから私この台本作ってるけど、はい、お二人に見せてないし、はい、今こう遠くからチラチラ見せるだけで、はい、何が書いてあるかなんかでもお伝えしてないし、私はそんなもんです。うん、はい。大西さんどうですか？そうですね。僕の場合は一人で出てるものに関してはないです。だから頭の中でどういう絵を撮ろうかなとか、うんうん、で、本当に喋るコメントも何とか頭でまとめて、で、こう喋り出して、ちょっとまずいなと思うところは編集するぐらいで、で、あと、誰か出演してもらうってなると、ある程度の概要は作って、別に、あとはもう掛け合いはもうフリートーク。うん、だから基本台本はないですね。だから誰かが出てる時は一応こういう感じで撮りますよっていう流れは、紙で作るんですけど、一人の時は一切台本ないです。うん、基本はない。なんか見て喋ってるってこともないし。だからおそらく最初の頃って、台本はなければ不安になるだろうし、例えば何だろう、いや、それこそ5分でやめたって、2時間喋ったって、自分のチャンネルだから自由じゃないですか。うんうん、そうですね。でも何もないと、例えば自分の中で何となく、いや、今日1時間ぐらいやろうかなって考えても、1時間できるかって不安になったりとか。うん、だから私も実際、今回だったら、例えばこれがなかったら、時間配分できないです。今もうね、始まってから55分経ってるんですよ、実は。はい、うん、あと5分で終わるんですよ。まあでも、その時間配分も、うん、はい、やっぱりやってる、やってきたか、からこそですよね。まあ、確かにそれあります。はい、で、実際に、あと5分なんですけど、実はまだ終わってないんですよ、結構。あ、すいません、ちょっと。いや、全然いいんですけど、その辺の時間配分って、はい、その場で変わっちゃうんですよ、だから。うん、で、例えば、今まで、今、こうね、ここまでお話しさせていただいたものの中でも、例えば、あれ、まあ、もう話終わっちゃったとか、あれ、逆に、あ、うんうん、お、結構長くなったぞって思ったとしても、別に、まあ、一回一回思わないですけど、それって別に調整できるんで。で、まあ、極端な話、1時間ジャストで終わらなくたっていいんですよ。まあ、過去、ね、過去の、ね、今回第5回ですけど、過去のやつも1時間10何分やってるんです、実際に。うん、だって、ね、スポンサーがついてるテレビの生放送じゃないですから。ね、これ終わったら8時半から次の番組始まらないですから。だからそこって YouTube の良さじゃないですか。そうですね。うん、だから、ね、うん、ある程度考えておいて、ね、あとはもう、その場の雰囲気。だから、例えば一人で喋るときには、チャットの方ですね、相手は。チャットの方との盛り上がり方というか、盛り上げ方かな。で、そのいろんな長さ、ね、あれもこれ今日盛り上がらないから終わっちゃおうかな。とか、逆に、お、今日盛り上がって、うわ、これ逆に終われないぞ、みたいな。やっぱこう、生配信、やっぱこうやってこう見てくれる、うん、あの、リスナーの人の、このチャットがやっぱり命ですね。そうですね。で、うん、今日もね、すごい数のチャット書き込んでいただいてるんですよ。ね、今、本当にね、まあ、途中でも、皆さんにもお伝えしましたが、こちらのトークを中心に今日は進めさせていただきますということで、ね、新章卸しテレビやらせていただいてるんで、なかなかね、チャットの一つ一つをね、読み上げてないんですが、ね、いろいろね、書き込んでいただいてますよ、本当ね。さっきのCM の、北大生と作った CM の時にもね、お手伝いに来ていただいてた暇さんが書き込んでいただいてるんです、ちょうど。ね、ショーロ5懐かしいとかね、川崎さんの絵コンテなかなか秀逸とかいろいろ書いていたんですけど、まさにね、この暇さんはその CM を作るのに協力いただいた方の一人なんです。現場に来ていただいてね。だそういう方にもいろいろ書き込んでいただいたらね、A さん30分延長でお願いしますって、ね。どっかのスナックじゃないですからね。でもね、あと30分で、真実チャンネル。この辺をね、別にこの、なんていうんだろう、アバウトに考えていいんじゃないかなって。うんうん。いや、極端に話、例えばね、うん、今日この話が、私がこれ書いたものが、例えば15分で終わっちゃったら、もう15分全部終わっちゃったんで、今日は20分で終わりますって。だって誰にも責められないし、別にね。あれ終わっちゃったのって思われるかもしれないけど、だからその辺はね、うん。その深く、なんて言うんだろう、固く考える必要ないっていうか、すごくなんて言うんだろう、その、適当ったら怒られるけど、なんて言うんだろうな。
軽い考えで言っちゃうからな、うん、うまくは、あれだな。あれですね、YouTube でこう、本当にスポンサーなしで個人でやってくれる、まあ、本当に決まりきったよりかは、やっぱりこう、チャット拾いながら、はい、やっぱり読んでもらうことに、やっぱりリスナーの人の喜びを感じてると思うんで、はい、いや私も逆に多分、うん、皆さんそうだと思うんですけど、うん、見てる立場、例えば誰かの生配信を見てる立場になった時って、うんうん、例えばそれが相手がね、一般の人でも、例えば芸能人でやっても、チャット書き込んだ時に読んでもらったら嬉しいじゃないですか。うんうん、私もたまにね、じゃがいもプロジェクトでお付き合いのある芸能人の方がやってる生配信とか見てますけど、じゃがいもプロジェクトって名前ちゃんとしっかり書いて、こういつもお付き合いある方なのにこう書き込んで読んでくれたら、おお、読んでくれたって。うんうん、いつも楽屋とかでお会いしてるのに、読んでくれたって。で、後でやって、この間読んでくれてありがとうみたいなこと言うんですけど。嬉しかったりしますよね、絶対に。嬉しいですね、うん、でそれって相手が例えば芸能人であったとしても、うん、まあね、我々のようにね、うん、一般の人間であったとしても、それは絶対嬉しいと思うんで、と言いながら今回ね、なかなかチャット読まないんで申し訳ないんですけど、うん、でも、ん、原稿読むならカメラの近くに貼り付けてもらうと見てるが違和感なくですよね、そうそう、原稿ね、うん、本来ここに置けばいいんですよね。これ今私原稿見てますけど、でもなかなかね、そうなると、だから私もチャット見るのに、チャット見るためにはこれだけ目線をそらさなきゃいけないんですよ、うんうん、で皆さん今配信見ていただいてるかどうか分かると思うんですけど、結構私目線そらす、普段の配信でも結構そらすんですけど、でもまあね、まあそれでもいいかなと思いながら、うんうん、ね、カメラずっと見てない時もあったりとかね、しますけど、まあいろいろやりながら試しながら、うんうん、逆にその自分が作ったものを後で見てみてね、例えば私も最初の頃、とかあーとか、まあ、今でもあります、その何か時間をつなげために人と喋るときってあんまりあー言わないですけど、直接喋るときって、うん、でも配信になって一人で喋ってるときに結構言ってるんですよね、自分で、あーとかって、いや普段言わないのになって思うけど、うん、でもなんかつなごうとしたんですよね。そうですね、そうなんです。でもそれって、その気持ちがなくなれば、もっと多分自分が気楽になればそれってなくなるんだろうなって、うんうん、思いながらも、いまだにやっぱりあーって言っちゃうんですけど。あれ、はい、こうライブ配信じゃない時で、例えば普通に撮る時って、はい、はじめ一人で撮るときって誰もいないけど恥ずかしくなかったです、はい、なんとなく一人で喋るの今全然平気だし、なんともないですけど、いや、やっぱ最初恥ずかしかったですよ。一人で顔出しするのもやっぱちょっと考えましたもん。うん、でもやっぱり、やっぱチャンネル知ってもらいたいって、やっぱ顔出した方がいいなって思ったんですけど、今結構こう2、3年の伸びてるチャンネルって、顔出てなくて、この、なんていうの、顔用意しただけで、うんうん、あと喋りがやっぱりうまいと、まあやっぱりチャンネル、登録者伸びたりしてるんで、まあ、分かりやすいのが一番ですね。だから顔出ししなくてもいいのかなってこの際にはちょっと思ったりとか、うんうん、私は逆にあれですね、例えばその恥ずかしい恥ずかしくないの話で言うと、例えばまあ未だにそうですけど、例えば自分でこう自撮りしてるのを誰かに見られてれば、ちょっと最初恥ずかしいですよね、確かに。でも私も誰も見られてないところで一人で撮ってる分には全く恥ずかしくないんですよね、まあ、多分それ最初の時も思わなかったです。多分性格ですね。子供の頃からの性格もあると思うんですけど、子供の頃そんなに私その人前に出るのあれじゃなかったかもしれないですけど、うん、今更感があります。いや、じゃがいもプロジェクトでいろいろやっていく中で、そのね、YouTube とか関係ないところでいろいろ人前に出たりとか、イベント主催させていただいたりとか、ステージの上に上がったりとか、昔の仕事も含めてそうですけど、いろいろやってたんで、今更恥ずかしくないです、私の場合は。なんで全然、うん、一人で誰にも見られてない中で、撮る分にだからね、ウェブ CM もそうですけど、うん、この間もそうですけど、うん、真夜中に一人でずっと撮影しましたけど、なんとも思わない、うん、上がりもしなければ、恥ずかしくもなければ、別に変な汗もかかないです。いや、これ、YouTube やる前って、はい、どっか行って、みんなの前で話すときってあるじゃないですか、はいはい、もうあのときって、ちゃんと紙に書いていくんですよ、うん、セリフを書いていって、挨拶のときとか、うん、もう一回、どっかで噛んじゃったりするじゃないですか、はい、そしたらもう、顔真っ赤になって、汗だくになって、もうそっから30秒ぐらい空いちゃったりとかってなったんですけど、今は逆に慣れます。YouTube のおかげで何にも気にならないですね。あ、うん、だって着ぐるみ着て、すすきの街の中ね、はいはい、自撮りしろって言われたら全然恥ずかしくないし。うん、できるようになりますよね。そうそう、なんか、うん、その、いや、人の目を気にしなすぎて、迷惑をかけちゃうとまたあれですけど、うんうんうん、そういうところは気にしなきゃ当然いけないですけど、うんうん、その恥ずかしい恥ずかしくないという意味では、できるようになりますよね。そう、うん、私、逆に昔からですね、それこそもう、じゃがいもプロジェクト始めるよりもずっと前、20代前半の頃とかもそうですけど、例えば台本なしで、私はあれですね、いまだにみんなに言われるのが、自分の結婚式の時に、
もう二十数年前ですけど、結婚式の時に、あの、新郎が最後にみんなの前で挨拶する。あれ普通考えてくじゃないですか。私、ノープランで行ったんですよ。何にも考えないで、紙持たないで、手ぶらで行って、で、みんなの前で言いましたよね。普通だったら、こういう紙に書いてきて、皆さんの名前で決まったことを喋るのが普通だと思うんですけど、私は今感じたことを喋りたいので、何も考えてきてません。今から考えます。って。で、喋ったんですよ。そこそこの長さ喋ったと思うんですけど、うん。それ、そういうこと普通にやってたので、うん。なんかもう私、本当今更です。今更恥ずかしがってたら、急にどうしたって逆に言われちゃいそうな。あ、もう書いてみて、もうチャットちょうど見ました。兵士さん、兵士さん、私の中学校の同級生と、代表は昔から特殊だからって、ほら、書いて。やっぱりそうなんですよ。いや、だって、私特殊なんです。あの、ヒサロ並みのあのね、ヒサロ並みのあの、あ、黒い、ガングロの。ガングロカントリーですよ。はい。うん、そう、私、20代からね、ガングロ金髪でね、外国人によく間違えられた。まあでも普通の時にも、本当普通の時にも全然、うん。それこそ兵士さんと同じ学校行ってた頃は中学校の頃なんでも30年以上前ですけど、いわゆる普通の時ですけど、開花前ですけど、そう、特殊だからって兵士さん、同級生が言ってくれるからそれは間違いないと思います。同級生の意見は間違いないと思います。私は特殊みたいです。まあでも本当にできるようになりますよね。うん、まあそうですね、そんな特殊な私であったとしても、やっぱり実際に YouTube を始めて、まあ一人で撮ったりとか、うん、まあ誰かのとこで、誰かいる、誰かの目線があるところで撮ったりもしますけど、なお一層できるようになったというか、うん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 、で、まあ、私の場合は、そのやって、まあ、ね、自分一人でやってるとかあるんですけど、誰かに見られながらでもやる時でも、自分には目標がある、そのね、地域おこしをしようとかっていう、そういう目標があるっていうのが自分の中にあるから、ああ、それを、なんて言うんだろう、言い訳じゃないけど、それを自分の味方につけて、うん、俺はこのためにやってんだ、うん、みたいな。迷惑はかけないけどっていう思いは持ってやってますね、うん、なんかそれが自分の勇気になったりとか、うんうん、っていうのは絶対少なからずありますね、うんうん、じゃないとただね自分が例えば何だろう自分の友達に送るための動画をじゃあ友達であれかな自分例えば自分のお世話になった人自分のちょっと目上な人に送る動画をどこかでちゃんと撮ろうとした時にそれしか目標がなかったらちょっとこう変に恥ずかしくなっちゃったりとか、でもそれよりもその大義名分、大義が自分の中にあるから、できるのかなっていうのはありますね。うん、でまあとは爆発ですよね。爆発で、まあ、そう慣れて、慣れ爆発ですね。うんうん、そう。でまあその中で例えば自分の周りの人が自分のこ自分がそういうことをやってる人だっていうことを認識してもらえれば。なおやりやすいじゃないですか。例えば私もそうですけど、ジャガイモンプロジェクトっていう地域おこしを最初に始めた頃は、私は町外に対する発信が大切だってすごい思ってたんで、町内の人がジャガイモンプロジェクトを誰がやってるのかってことをほぼほぼ知らなかったんですよ。私も言ってなかったし。だから町内で何かをやってると、何やってんのって。写真1枚通しても何やってんのってすごい言われたんですよ。説明しても意味ないなと思ったから、説明も大切してなかったんですよね。そこが僕、私の間違いだと思うんですけど。なので、しばらくは、あいつなんか変なことやってるって、なんかやってるっていつも言われてたんですよね。でも、例えば、いろんなメディア、十勝毎日新聞さんとかに何度も何度も取り上げていただいたりとかする中で、はい、まあね、この十勝毎さん強いじゃないですか。だから、ああ、お前こんなことやってたんだって。あの時もそうだったんだねっていろんな人に言ってもらえたりとかすると、例えばどっかで写真撮ってても、ああ、いつもやってんだね、頑張ってねとかって言ってもらえるんですよね。そしたら、そういう人たちに対しては恥ずかしくないですよね。そうですね、全く、うん。うん。応援してもらえるし。もう認知されてるんで。そう、認知されるんで。だからそういう意味で自分が何かやってるっていうことを周りに知ってもらうことも大切だなっていうのは、この地域おこしをしていてすごい感じました。自分一人で頑張ってる、頑張ってる、俺は頑張ってんだってやってても、その、私が伝えたい人は町外の人なのかもしれないけど、でもそうじゃない人たち、直接伝える必要がなかったとしても、その人たちに知ってもらうことも大切だなっていうのは、改めてずっと思ってますね。今でもやっぱり、だから今でも、やっぱり塩原町内でも私がジャガイモンを運営して、キャラクターのジャガイモンを運営してたり、ジャガイモンプロジェクトを10年以上やってるのを知らない人は絶対いると思うんですよ。だから、塩原町外の人でもね、そういう人たちにも自分がちゃんと知ってもらえる努力をこれからもしなきゃいけないなっていうのはすごい思い続けてます、うんうん、はい。お、やばい、ちょっとバッテリーがなくなった。バッテリーが上がりました。ちょっとコンセントが、コンセントそこにあるんで、あ、すいません、あ、ちょっとつなげますか。あ、バッテリーが切れそうで、
ちょっと今、新寿司さんのチャンネルの方はね、バッテリーが切れそうなんで。すいません。バッテリー切れそうなんです。はい、すいません。あ今、チャットの方にも、今年やってみようかな、YouTube って書き込みいただいたりしてますよ。だから本当に YouTube。じゃあそうですね。今、ちょうどいいですよ。吉野さん、ありがとうございます。私が今、次聞こうと思ってた質問、それにぴったり。もうね、締めの方で考えてたんですけどね。これから YouTube 始めたい人ってね、今、吉田さんもちょうど書いていただいてますけど、絶対いるじゃないですか。例えばそれが自分たちと同じ世代の人であれ、若い子供たちなんかにも YouTuber になりたいってすごい多いじゃないですか。そうですね。子供たちの YouTuber の目標って YouTube を配信して大金持ちになりたいっていう、多分そこまで含めてると思うんですけど、じゃなくて、そのもっとちっちゃいチャンネルでもいいから YouTube やりたいっていう人がいっぱいいると思うんですよ。そういう人に対して、なんか言いたいことっていうか、アドバイスみたいな、なんかあったりします。大西さんなんかあったりします。そうですね。これから、まあ、やっぱり、どっちかというと、その、YouTube 始めたらイコールお金入るみたいな、やっぱり若い人特にそう思ってる部分あると思うんですけど、でも、実際問題はやっぱりこう、動画作るにしてもやっぱりいろいろ手間かかるし、じゃすぐじゃ収益化にはなかなか、まあ、若い人でも結構もう1年ぐらいバーッとこう1000人登録、再生時間4000時間バーンとなって収益化になりますけど、まあなんかそうですね、本当にそのなんだろう、まあ若い人の勢いでこうできるってものもあるかもしれないですけど、でもその年齢が上の人にはやっぱりそのなんかどっちかというとその収益化どうこうというよりかは記録を残そうっていうようなイメージというか考えでやっていけば、まあ、そのなんだろう、収益はもう本当度外視して僕とか、まあ、私の住んでるその街をこうの映像を残したいっていう気持ちでやっていけばいいんじゃないかなっていう気はしますよね。上田さんどうですか。そうですね、これからやろうと思ってる人はやっぱり何をしたいかですよね、もうそれだけですよね。何をよくネタに困るとかっていう人いるじゃないですか。自分全然ネタに困らないし、だって僕寿司屋なんで、だから何をしたいかもうそれのみですね。もう軸がはっきりしますもんね。そうですね。それさえできれば絶対続くだろうし、それしか言えないです。はい。私の場合はあれですね。まあいろいろ今までね地域おこしする中で YouTube に限らずですけど、いろんな人にね。発信するのにどういうふうにやったらいいんですかって結構聞かれてきたんですけど、私いつも言うんですけど、何か自分が発信したいんだったら、いや記録を残すことは別ですよ、何かを自分が発信したいんだったら、例えば顔を出してる人と顔を出してない人、顔出し、どっちの話を聞きますか。例えば今私の画面見てくださいね、こういうふうに喋ってる人とこういうふうに喋ってる人、ね、今画面に映ってないですけど、ね、ナレーションだけ入ってる人、どっちの話に信憑性を持ちますか、ね、顔の見た目は別ですよ。見た目は別でね。持ちますかってなったら、やっぱり顔を出してる人だと思うんですよね。顔を出して自分の身分をある程度出してる人。まあ、ね、有名 YouTuber だったら、その、なんて言うんだろう。いわゆる芸名みたいな。なんとか社長とかね、いろいろある。そうですね。本名じゃない人もいたりしますけど。まあでもね、ある程度その自分はこういう人だよ。こういうことやってる人だよ。で、こういう情報を発信したいんだよ。聞いてね。っていう風にした方が、見る側、聞いてくれる側にとって信憑性のある情報として伝わったり聞いてもらいやすいと思うんですよね。なので私は YouTube をやって、例えば、ね、私みたいに例えば地域おこしをしたいとか、情報発信をしたいという人であれば、ね、さっきお兄さんが言ったような記録を残すのはまた別の話ですよ、ね、であればもう、ね、思いっきり顔出した方がいいと思うんですよ、思いっきり顔出して私なんかも、ね、名前も見出しますよね、もうホームページになんか携帯番号も書いてありますからね、たまにかかってきますけどね。本当ね、顔出しやっぱ最大の武器ですね、YouTube やっていく中で、もうオリジナリティ性じゃないですか。結局そのね、全ての中で自分を発信することで自分をやってもらうことも見てもらう、自分がやってることも見てもらえるし、その周りも見てもらえるんで、やっぱりその中心はやっぱり自分なんですよね、情報を発信する以上は、中心は情報じゃなくて中心は自分なんで、そこからこう出ていくもんだから、それを大事にしないとその後絶対つながらないし続かないし、ね、で例えば毎回例えばタレントさんに出てもらって、全てタレントさんにそのレポーター的なことをやってもらうような、例えばテレビの番組だったらね、そういうのあるけど、でも我々そこまでお金もかけられないし時間も何もかけられないですから労力も、ただやっぱりね、そのこういう、なんつうんだろう、
範囲の、ある程度の範囲の YouTube をやってる以上は、自分がもうタレントになって、うんうん、まあ、タレントって表現合ってるかどうかはないですけど、うん、自分が中心になって自分をもうさらけ出してやるのが、ね、YouTube もそうですけど、いろんな発信にとっては重要だなと私は思ってます。うんうん、はい。これからのね、だからこれからやりたい人がいたら、まあ、それぞれなんかね、やりたい人いたら、こう3人いろいろまあ意見出しましたけど、あ、この人たちの意見に近いと思ったんで、それぞれの人に連絡してみてくださいね。ね、多分返信返ってくると思いますから。はい、やっぱりうち、なんだろう、寿司屋やってるじゃないですか。はい、カウンターの中でやっぱ商売してるから、はい、やっぱ自分はローカルなタレントだと思ってやってるんですよ。結構生意気なの、何調子込んでるのって思うかもしれないですけど、やっぱりローカルなタレントじゃないですか。はいはい、だって寿司屋だって、仕入れてるとこ一緒だったりだとか、はい、魚の味そんなに変わんないじゃないですか。はい、して、同じ店構えと同じ商品のクオリティ、うん、あと誰で行くったらもう人で行くしかないじゃないですか。そうですね。そうですよね。まさにそうですよね。私も寿司屋だからすごい今の話分かりますけど、私実は20歳の時に寿司屋に就職して、21で辞めたくなったんですよ。もう22まで行ってないからもう1年ぐらいで辞めたくなったんですよ。面白くないっていうか、なんかもう何事もうまく回らなくて。うん、でカウンターに若いうちから出してもらってたんですけど、もう何をやってんだか分からなくなっちゃって、やめたいやめたい、でもうちの父さんが寿司屋やってて、俺は後を継ぐためにここに来たんだ、ここでやめたらどうすんだ、なんかいろんな葛藤に振り回されて、ごちゃごちゃにされてわけ分からなくなったんですけど、ある時に気づいたんですよね、寿司屋って水商売だって、うん、水商売っていうのはそういう接客業、うん、例えば、はい、パブスナックみたいな、ね、女性が店のスタッフでいて同じだなって思って、実は私10代の頃アルバイトでそういうこと結構いっぱいやってたんです。すすきのでやってて、それすごい面白かったんですよ。もう天職だなって思うぐらい面白くて、なんかわかりますで、それに気づいた時に、うん、あれ昔学生の頃にすごい楽しいと思ってやってたこと同じじゃねえかと思って、うん、でまさにその自分がタレントだってね、うん、カウントの中のタレントだって、うん、それに気づいた時にすごい面白くなっちゃって、もうそれ以来やめたいとか一回も思ったことないですね。あ、めちゃめちゃ面白いなと思って、で、ね、調理の世界っていろいろ、例えば寿司屋以外にも中華だ洋食だケーキ作ったりとかいろいろあるけど、はい、まあ、今はまあ、ね、結構オープンキッチンとかもありますけど、うん、大体裏じゃないですか、うん、でも寿司屋って、ね、ほぼほぼ表に出るじゃないですか。それって他のと全然違うし、うん、ただ逆に私今更裏に下がって何か作れ、ずっと裏に入れたらちょっと辛いですね、うんうん、あまり今までも私仕事でやったことないですけど、厨房の裏、厨房の中に入ってずっと永遠何かを作りなさいって言われたら嫌ですって言うと思います、うん、こんなの他の人にやらせてくださいってやっぱ表舞台に出たいっていうか、はい、なんだろう、ね、調子込んでると思われるかもしれないですけど、どっちかっていうとやっぱり YouTube やってると、はい、スポットライトの下にいたい気持ちないとできないですよね。そうですね。多かれ少なかれ絶対それはありますよ。うんうん、じゃなかったら、ね、ただの声だけでやってればいいだし、はいはい、で、うん、だってそれなら YouTube やる必要ないですもんね。そうですね。そうそう思ってないんであれば、うん。いや、それこそね、行政とか、今だったらどうでしたっけ、農林水産省でしたっけ、の YouTuber もいたりしますけど、あれ仕事でやるのはまた別かもしれないですけど、でもね、自分でやるんだから、自分でやる分には、絶対にそういう思いが多かれ少なかれ、多かれ少なかれじゃないな、多かれないと、うん、できないですよね。そうですね。うんうん、いや、その本当その YouTube じゃなくても、その本当に帯広のあるお店で、そのまあちょっと屋台でお寿司屋さんやってて、で違うまあ業態っていうか、まあ居酒屋さんで、そこのオーナーさんというか社長さんがまず出たらしいのね、うん。で、まあその弟子に任せて、ただやっぱお客さんが来て、あれ、大将いないの？って言ったら、夏にちょっと居酒屋始めたんで、そっちの方に行ってんです。って言うから、で、やっぱ、あ、じゃあそっち行くわ、って。あ、本当にその、別に顔を出してるわけないけど、やっぱりそのお店構えて、そっちの方に、もう、オーナーさん行っちゃったらそっち行く、みたいな。うんうん、やっぱり、あ、やっぱそうなんだなと思って。人大事ですよね。うんうん、本当まさにね、さっき上田さんがおっしゃったように、ね、例えば寿司の話に絞ってみたとしても、北海道の寿司ってそんなに、そういう工夫する寿司じゃないじゃないですか、うん、なんか炙っただなんか乗っけただどうだこだしないで、うん、ネタそのもので勝負するから、うん、逆に本当に変わんないんですよね。変わんないって自分たちで言っちゃったらあるかもしれないけど、ね、って思われるかもしれないけど、でも変わんないじゃないですか、うん、だから本当に何が違うって人ですよね、うんうん、だってスーパーで寿司買って食べたっていいわけだし、はい、回転寿司行ったっていいし、はい、安いのあるし、うん、高い寿司食べに来てもらったらやっぱりなんだろう、こう接客と、はい、なんだろう、
もう人で、はいはい、人柄で来てもらう以外に、うんうん、逆に私も、ね、特にまあ札幌にで、うん、住んで働いてた時代そうでしたけど、自分が選ぶ店をどういう基準で選んでたかというと、うん、やっぱりまあまああそこ安いからとかそういうのもあったりはしますけど、人ですよねやっぱり、うんうん、特にね、私もすすきのにずっといましたけど、夜の世界何でね、その店を選ぶと、やっぱり、まあ、特に人しかないじゃないですか。すすきのなんか、そういうね、お酒が出てくるようなお店とかでも。やっぱり人ってものすごい大事だと思うから、まあ、YouTube も当然そうだし、うん、今の話、仕事もそうだし、うん、やっぱり人。だからそれね、なんぼデジタル化された世界であろうが、うん、こういうね、こう、なんつうんだろう、インターネットを通じて発信される世界であろうが、直接会う世界であろうが、結局は人だな。だから本当ね、まあ、さっきのね、これから始めたい人に対してもそうだし、ね、自分でもおそらくそうですよね、それぞれね、どうですかって3人でね、こうオフレコで話したこともあんまりあれですけど、改めて話はしてないですけど、絶対人だってそれぞれ思ってるじゃないですか、そうですね、今後自分のチャンネルをやっていく上でって、うん、だからやり方はそれぞれだから、うん、同じことを考えてても、方向性とかいろいろ、これからも変わってくるかもしれないけど、ね、それぞれそういうのを皆さんに、だから今日ね、このチャンネルを見ていただいて、放送を見ていただいている方にも、それぞれ見守っていただければというふうに思っております。で、もうね、時間がね、あ、そうですね、時間20分経ったんです。じゃあもう閉めましょう。はい。はい。閉めましょう。最後もね、かなり時間がオーバーしてきたんで、あれですけど。ということで、改めて、それぞれのチャンネルの情報とか、ね、こういう URL とかは、この動画の概要欄にも貼っておきます。ね、下の方にね、出てくるの貼っておきます。で、新シホロチテレビは、ちょっと特殊な形、今後配信終わった後に、特殊な動画の公開方法を毎回しています。まず、このチャットで皆さん書き込んでいただいている、これもご覧いただける、動画。このまさにこの今配信している URL、この生配信したそのままの素材は、生配信アーカイブ版という形ですぐに公開をね、配信終わった後にします。YouTube のシステム上、チャットが見れるようになるまで、だいたい1日ぐらい、半日か1日ぐらいかかっちゃうとは思うんですけど、生配信、新シホロチテレビ第5回ということで、生配信アーカイブ版という名前で、この動画をそのままの形で、残しますんで、これも何度もご覧いただけます。ぜひとも何度もご覧いただいて、高評価もね、いっぱい押していただけるとありがたいです。今もうすでに17人の方に高評価を押していただいてますが、チャンネル登録と高評価をいっぱい、いっぱいって一人一回しか押せないですけどね。いっぱいいただけると、今後の励みにもなります。そしてさらに、いつもの動画と違うのは、新シホロチテレビはこの後私が一度編集をかけまして、例えばね、今私たちが喋ったものをね、ここにちょっとテロップを出してみたりとか、全部出すのちょっとあれなんですけど、ね、ここをキーポイントだってとこ、ちょっとテロップ出してみたりとか、何か途中必要な、あ、これ写真あった方が伝わりやすかったな、みたいなのがあったり、そしたら、例えばね、この辺にこう写真を入れてみたりとか、いろいろ編集、あとはね、アイキャッチって言われる、なんか CM みたいなものを間に挟んだりとか、チャプターメニューを挟んだりした、映像編集版、新シホロチテレビ第5回、映像編集版というタイトルのもので、改めてもう一本公開します。これは私がね、今日以降、今夜以降編集をかけていくので、ちょっと時間かかっちゃうんで、まあ、明日、明後日ぐらいには公開できません。ちょっと1週間なり10日なりかかると思いますけど、編集したものも公開します。その2本、生配信、アーカイブ版、そのままの映像、そのままのものと、映像編集版、映像いろいろ編集かけてテロップ等々を加えたもの、2本を公開したいと思いますので、そちらの方も引き続き皆さんにご覧いただければと思います。それぞれの方に高評価もしてください。あ、高評価増えてる増えてる。高評価も押していただけるとありがたいです。そちらの方のね、映像編集版の方の概要欄の方にも、私のチャンネルは当然そうですけど、新寿司さんのチャンネル、大チャンネルさんのチャンネル、それぞれの、情報も概要欄に載せておきますので、ぜひともそちらの方のチャンネルにもそれぞれ皆さん行っていただいて、まずはチャンネル登録をする、ね、願わくば通知もオンにする、過去の動画も高評価見て押す、ね、適当にしちゃダメですよ。自分がいいと思ったら押すんですよ。ね、高評価を押す、いろいろしていただけると我々それぞれの励みになりますので、ぜひとも、皆さんによろしくお願いしたいと思っております。ということで締めたいと思いますが、最後に何か言い残すこと、言い残すことって、なんか衣装みたいになっちゃいました。言い残すこと、オリスジーさん何かありますか？そうですね。まあ、こう、まあ、更新頻度はちょっと低いんですけど、まあ、これからやっぱり、トカチを中心に、こう、動画を出していきますんで、あと、まあ、ちょっとまだ正式ではないですけど、もしかすると3月以降、違う形で、うちのチャンネルの動画が、どっかで、テレビで見られるかもしれないんで、それはうちのチャンネルでまた告知しますんで、その時は何卒よろしくお願いします。上田さん何かありますか最後に。あ、僕ですか。今日、初のライブ配信だったんですけれども、
とても勉強になりましたし、楽しかったですね。はい、本当にありがとうございました。上田さんのチャンネルの方はどうですか？あ、まだまだ閉めませんよ。はい。あ、続いてんですね。閉めません。そちらの後でお邪魔したいと思います。はい。それでね、今回こちらの方でトークを進めさせていただきましたので、チャットをあまりね、触れることができませんでしたが、私も後でね、チャットを改めて全部見直してみて、皆さん、あ、こんなこと思ってたんだな、こんなことをおっしゃっていただいてたんだなとか、いろいろ改めて、噛み締めたいと思いますので、そちらの方もね、また次回以降、新シオルテレビの第6回はちょっとまだ企画が進んでないんで、いつになるかわかりませんが、不定期配信なんでわかりませんが、またジャガイモンプロジェクト、公式 YouTube チャンネルでは、YouTube 交流会という形で私が一人だけ出演してね、皆さんとチャットでいろいろ交流させていただく回も今後もさせていただきますので、そちらの方でも改めて振り返っていきたいと思います。それでは、北海道士幌町からジャガイモンプロジェクト企画制作でお届けをさせていただきました。視聴者参加型生配信番組新士幌町テレビ第5回、トカチで YouTube を活用していろいろ発信をしている人、Oチャンネルの大西 D さん、食事とか陳列さんの上田和樹さんにゲストに来ていただいて、1時間予定でしたが約1時間20分超えましたかね、もう1時間半になりますね。長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ね、冬なんで皆さん寒いですけど風邪ひかないでください、ね、雪降った地域もいろいろあるようなんで、明日はまた祝日かな、お休みの方もいると思いますけど、外出るときも歩くの気をつけていただいて、楽しい冬を過ごしていただければと思います。それでは、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。これで失礼します。今日の仕事テレビ、参加して楽しかったです。仕事をもっと盛り上げたいです。おーチャンネルの大西でした。よろしく。初めてのライブ配信でした。一緒に川崎の兄貴やってくれたんで、全然緊張せずやりました。本当にありがとうございました。ラブラブ寿司。はい、今回は十勝で YouTube を活用した発信を行っている方お二人、Oチャンネルの大西 D さんと食事処新寿司の上田和樹さんにゲストに来ていただいてお届けした新士幌町テレビ第5回目の生配信でした。改めてお二人がやっていることをお伺いしたり、自分がやっていることをやってきたことを振り返ったりして、いろいろと勉強になったり刺激になったりする約1時間1時間半の、生配信でした。次回以降も楽しい企画をいろいろと考えていきたいと思いますので、次回以降第6回目以降の新士幌町テレビもお楽しみにしていただければと思います。今回はありがとうございました。